ゴールドシップは、日本の競争馬、守ボ馬。2012年の JRA 賞最優秀三歳母馬で、ある。2012年のサツキ賞、ッカ賞、有馬記念。2013年と2014年の宝塚記念。2015年の天皇賞を制覇し、GI を6賞、計13賞を挙げた。名前の由来は、黄金の船。2009年3月6日。 北海道猿群日高町の出口牧場に生まれる。生産者の出口主日によると、現役時5 0 0ラムを超える大型馬であった、母ポイントフラッグは、産区が、皆大きく、常に、足元の不安に悩まされていたため小柄な種馬である、ステイゴールドを配合したが、誕生した本馬は、想定に反して、大きく生まれたとのことである。一10月から日高町にある 牧場育成拠点に移って本格的な育成を始め2歳1月からは北海道浦河町の吉沢ステーブルで鍛錬されたその後当時福島県天栄村にあった吉沢ステーブル福島分場に移りデビュー前調整を進めていたが3月11日に発生した東日本大震災で牧場が被災したため避難のため一旦浦河町に戻り そこからさらに、石川県小松市の小松トレーニングセンターに移動した後、後ようやく、立東トレーニングセンターの菅井直お、スケに入級となった。2歳7月9日の函館競馬場、芝1800メートルの新馬戦で、秋山新一郎を安城にデビュー。単勝2番人気となり、レースでは、後方から徐々に位置を上げていくと、 最後の直線で先に抜け出していたコスモユッカをゴール直前頭差で捉え2歳コースレコードで新馬戦勝ちを飾ったコスモス賞では単勝1.2倍の圧倒的な一番人気に支持され道中中段でレースを進め4コーナー付近から徐々に上がっていくと最後の直線で先頭に立ちそのまま押し切りデビューに連勝を飾った 重症初挑戦となった札幌2歳ステークスでは、騎手が安藤勝美に変更となった。道中後方2番手でレースを進め、後方のまま直線に入り、馬群の内をついて追い込むも、前を行くグランデッサを捉えきれず2着に敗れた。ラジオニッ系杯2歳ステークスでは、後方からの競馬となり、 道中後方3番手追走から4コーナーで外をめくって、進出を開始し最後の直線での勝負となったが、坂を上がってからしぶとく、伸びを見せるも内から伸びてきた。アダムスピークには届かず2着となり、2歳シーズンを4戦2勝で終えた。3歳クラシックシーズン初戦となる、共同通信杯からは、内田博之に乗り代わりとなった。レースでは三 4番手につけ先行し、そのまま最後の直線に向くと先行作からの逃げ切りを、測るディープブリランテを残り100メートルほどで捉え、重症発制覇となった。菅井急者にとっては、開業4年目で重症発勝利であり、安城の内田にとっては、前年5月の落馬事故で負った、軽椎馬突起骨折から復帰後発の重症勝利だった。加えて、 出口牧場製サンバの重賞価値は1988年のアルゼンチン共和国媒を制したレジェンド帝王以来となった。共同通信配合はトライアルを使わずクラシック初戦のサツキ賞へ直行し4番人気に押された。レースは逃げる2頭が競り合い、後続を大きく引き離す展開となった。本馬は 最初のコーナーで最高峰に位置するとそのままバグンを追走し、3コーナーでほぼ最高峰から打ち目のコースを選び、進出して行った。このレースでは4コーナーで、ほとんどの馬が荒れている上に、前日の豪雨で、コンディションの悪いうちよりの馬場を避け、外に進路を取っていた。しかし、安状の内田の、外を回らされるのは避けたいという判断により、 本場だけは大きく開いた内へ突き抜けるように走路を取ると、4コーナーですでに6番手付近まで位置を上げ、直線では上がり3ハロンがメンバー最速となる末足を繰り出し、後続に2馬新半の差をつけての優勝を果たした。管理調教師の菅井は、騎手時代も通じて初の GI 制覇となった。東京優春のパドッククラシック第2戦の東京優春は、 サツキ賞で大外から追い込み2着となった、ワールドエースが2.5倍で一番人気に支持され、同馬に続く3.2倍の2番人気での出走となった。スタート後、安城が押して出るも1コーナーで、インコース後方の位置取りとなり、向こう正面では外に持ち出し馬群後方につける展開となった。そのまま直線に向いて、後方8番手付近の一置りから、 大外を追い込むも前に届かず5着に終わり、初めてレーンを外すこととなった。クラシック最終戦の喫下賞に向けて秋初戦は、神戸新聞杯から始動し、単勝オッズでは、マウントシャスタと、僅差ながら2.3倍の一番人気に支持された。道中は、中段やや後方に、位置取って勝負どころから徐々に進出を開始し、直線半ばで外から先頭に立つと、 ババの真ん中から伸びたロードアクレームを2馬身半突き放して2分25秒2で解消した。喫下賞喫下賞では東京優秀を制したディープブリランテとの再戦が注目されたが、同馬が直前で屈腱炎を発症し出走を回避、さらに2着のフェノーメノは天皇賞へ向かい、3着の当選誉れ防止は引退。 4着のワールドエースは療養中と、東京優秀において、自身を除く掲示板入着場が全て出走しなかったため、当日は本場がメンバー中の実績最上位場として認められ、単勝1.4倍の圧倒的な一番人気に押された。レースはスタートで、一旦気合をつけてから下げ、後方2番手で待機策を取った。 二周目の向こう正面から進出を開始すると、二周目、三コーナーの坂頂上付近で、先頭集団に取り付き、四コーナーから、直線入り口では持ったまま先頭に立った。直線で追い始めると、後続を寄せ付けずそのまま押し切って勝利し、サツキ賞に続いて、クラシック二冠目を獲得した。サツキ賞、菊花賞の二冠制覇は2000年のエアシャカール以来12年ぶり。 史上8投目となった。アリマ記念菊花賞の後は、ジャパンカップへの出走を見送って、年末のグランプリ競争、アリマ記念へ直行した。ファン投票では6位に押され、前年の三冠馬オルフェーブルと散歳ながら、ジャパンカップを制した参冠品馬、ジェンティルドンナが回避したこともあり、単勝一番人気に押された。 スタートで行き足がつかず、ゲートで大きく立ち上がって出遅れた、ルーラーシップともども最高峰からのレースとなったが、2周目の3コーナー過ぎから進出を開始。直線に向いた時には11番手の位置にいたものの、大外から一気に衛心フラッシュ、オーシャンブルーをかわし去り、追い込んできた、ルーラーシップも突き放し、2着のオーシャンブルーに一番新反差をつけて勝利した。 足毛馬の制覇は1990年のオグリキャップ以来2投目となった。当年は GI3 勝を含む6005勝の好成績を収め、年度代表馬には頻馬3冠とジャパンカップに優勝したジェンティルドンナが選出されたものの満票で最優秀3歳母馬に選出された。陣営からは2013年シーズンは国内に専念し、春は 阪神大将天から天皇賞宝塚記念のローテーションで臨むことが発表された。4歳阪神大将天天皇賞小場所戦となる阪神大将天は小頭数9等立てとなった。ゆったりとしたスタートから道中後方を追走し、2周目の34コーナーからベールドインパクトと合わせる形で徐々に位置を押し上げて、最後の直線で早々と先頭に立つと、 追い込んでくる束を問題にせず、単勝1.1倍の圧倒的支持に応えた。続く、天皇賞も、単勝1.3倍の圧倒的な一番人気に、押された。スタートから2周目の3コーナーまでは15番手前後で、後方待機し、3コーナー坂の途中付近から安城を打ちたがってを、動かして、前をめくりに進出して行った。しかし、伸びが悪く、 4コーナーですでに無チが入り5、6番手で直線を迎えたものの、直線半ばで進路が取れず外に持ち出して、体勢を立て直すなど直線で伸びをかき、フェノーメノの5着に敗れた。レース後は、滋賀県滋賀ら町にある、吉沢ステーブルウエストへ放牧に出された。宝塚記念宝塚記念では、ファン投票2位に押された。 投票1位のオルフェーブルは運動誘発聖杯出血で回避したが、同世代のジェンティルドンナ、フェノーメノと共に、三強位置づけられ、単勝は、ゴールドシップが、単勝2.9倍、ジェンティルドンナが、単勝2.4倍、フェノーメノが、単勝3.2倍と人気を占めた。11頭立てでの発想となったレースは、スタート後に、 安状の内田が気合を入れて4番手につけ1、コーナーを迎えた。シルーポートが、ハイペースで、大逃げし、各場の位置取りが3コーナーまで、ほとんど変わらない、展開の中、4番手のまま道中を進んだ。残り800メートル付近で仕掛け始め、3、4コーナーから直線にかけ、ジェンティルドンナと合わせて上がっていき、やや、ジェンティルドンナにぶつかるものの、 直線中ほどまでの叩き合いから、残り200メートル手前で一気に伸びて、ジェンティルドンナを突き放すと、前で粘るダノンバラードも捉え、そのまま3馬ハ半差をつけて勝利し、GI4 勝目を挙げた。秋は、京都大将天から始動し、単勝1.2倍の圧倒的一番人気に押された。スタートは、あまり良くなかったものの押して5番手付近を確保し、道中を進み、 3,4コーナーで、さらに位置を押し上げ最後の直線で抜け出しを図るも、後ろから追い込んできた、ヒットザターゲット等にかわされ5着に敗れた。ジャパンカップ、有馬記念その後天皇賞を回避し、前年5着に敗れた東京優春と、同じ東京競馬場、芝2400メートルで行われる、ジャパンカップに出走した。 前年の同レース優勝場のジェンティルドンナに次ぐ2番人気に押されたレースでは、スタート後は無理に位置を押し上げることはせず、最高峰からのレースとなる。3コーナーに入ってから、東京優春とは異なり早めに動き、ロングスパートをかけ、後方4番手付近で直線入り口を迎えるが、直線に入ってから全く伸びず、初の連覇を達成したジェンティルドンナとは、 対照的に15着と大敗。自震初の2桁着順を喫し、初めて掲示板を外すこととなった。ファン投票では3位となった。有馬記念では、ジャパンカップの結果を受けて調教師とオーナーサイドが、競技した結果騎手が、ライアン・ムーアに乗り換わり、さらにはブリンカーを着用することとなった。当日は本レースでの引退を表明し、 ゴールドシップとは最初で最後の対戦となったファン投票1位のオルフェーブルに次ぐ2番人気に押された。レースでは後方5番手付近を追走し3横コーナーから徐々に進出を開始するも、後ろから大外をめくってきたオルフェーブルに軽くかわされると直線入り口ではさらに後ろからウィンバリアシオンにも前に入られ、そこから キサを詰めることができず一着のオルフェーブルから9馬ハ半差、2着に1馬ハ半差の3着に、敗れた。結局春は2勝を挙げたものの秋は3戦全敗となり、当年を6戦2勝で終えた。大敗を喫した、ジャパンカップから短期間での立て直しには、ある程度成功したものの、海外挑戦を明言している翌年以降に向けて、課題を残す1年となった。 5歳年明けしばらくは自走の予定、暗状とも発表されなかったが、前年と同じく、阪神大賞展から天皇賞のローテーションで臨むことが3月に発表され、阪神大賞展では岩田康生との初コンビを組むこととなった。阪神大賞展前年秋未勝利とはいえ、実績の違いから、阪神大賞展では、単勝1.7倍の圧倒的一番人気に、 押された。前走同様に、ブリンカー着用で臨んだ。このレースでは、まずまずのスタートから、前目の位置を取りに行こうとして促すと、珍しく行きたがる素振りを見せたが、逃げる番での後ろで落ち着かせ、道中2番手で追走する。先頭から、縦長の隊列のままレースは進み、2周目の34コーナー中間付近で後続が、一気に差を詰めてくるとそれに合わせて、 先頭との距離を詰め、その勢いのまま直線入り口で早々と先頭に、立つと後続との差をさらに広げ、未着に三馬進半差をつける完勝で、本レースに連覇を達成し、区切りの10勝目を飾った。大きく出遅れる、ゴールドシップ最後尾を、追走天皇賞では、前走起乗した岩田が、ウィンバリアシオンに起乗予定であったため、クレイグ・ウィリアムズに乗り換わり、 前哨戦の大阪杯でエピファネア、名称マンボとの三強対決を制した、前年の東京優勝優勝馬、絆に次ぐ2番人気に支持された。タバの本馬場,場入場に先駆けて、パドックから一等先に入場し、落ち着いた様子でゲート入りするも、ゲート入り後に突如立ち上がって、うなり声を出すほど怒りだし、その影響で、スタートでは大きく出遅れた。そのまま道中は、 最後肩を追走し、2周目の3コーナーから、ウィンバリアシオン、絆の進出に合わせるように得意のめくりを見せ、最後の直線でしぶとく、伸びを見せたものの、優勝したフェノーメノから離れた7着に敗れた。レース後に足元に異変を感じたウィリアムズが下馬したが、検査を行った結果、骨に異常はなく、右の首筋から肩にかけての肉離れと診断された。 宝塚記念幸いにも大事には至らなかったため、放牧によるリフレッシュを経て予定通り宝塚記念に向かうことになった。ファン投票では5万1366票を集め、ウィンバリアシオン、ジェンティルドンナーラを抑えて、初めて1位に支持された。鞍上には、オーナーサイドの要望で新たに、横山のりを迎え、ブリンカーに加え、シャドーロールも着用し、 望んだ本レースは、12頭立てと、頭数こそ少ないものの、ファン投票上位3頭が、いずれも出走するなど近年では、珍しいハイレベルな戦いとなった。そのような中、前年優勝の実績、阪神競馬場という舞台との相性の良さといった、点を評価されて、ファン投票同様、単勝2.7倍の一番人気に押された。外枠から、 まずまずのスタートを切った後は一旦最高方になるも、最初のホームストレッチを利用して自らスピードに乗り、1コーナー手前までには一気に4、5番手につけて、レースを進める。4コーナー手前から徐々にエンジンをかけて直線に入り、残り200メートル付近で先頭に立つと、追い込みを図る後方の実力馬たちを突き放して2着に3馬審査の、干渉。 宝塚記念連覇を達成した。安城の横山にとっては、1991年のメジロライアン以来となる宝塚記念優勝となった。実走以降のローテーションについては、すでに出走登録を済ませている外線門賞も視野に入れて関係者間で調整が行われた結果、札幌記念をステップに、両馬のジャスタウェイともに外線門賞に挑戦する。 ことが7月23日に正式に発表された。札幌記念札幌記念に向けて、放牧先から帰球後は、一旦、函館競馬場に移動して、調整を行った後、札幌競馬場に入った。GI 勝馬が4頭出走し、中でも同じく外線門章挑戦を表明している。当年の岡賞優勝馬。 ハープスターとの二強対決と目された札幌記念では一番人気に支持された。レースでは、まずまずのスタートを決めたが行き足がつかず、道中は、離れた、最後方からの競馬となった。向こう正面の残り1000メートル付近から追い出し始め、前を進むハープスターが3コーナーで仕掛けたと、ほぼ同時にじわじわと進出。 2頭合わせで束をめくる形で直線入り口を迎え、最後は先に抜け出した、ハープスターとの一騎打ちの形となったが、3、4馬進及ばず2着に敗れた。レース後、急務員の今波隆俊氏は、レース当日だけで6キロの馬体源があったことを明かし、立刀に戻った後は、本番に向けて、馬体回復にも気を配りながらの調整が行われた。その回もあり、 9月13日からの検疫期間中に行われた日本における最終追い切り後には馬体は512キロまで回復した。その後、9月20日午前10時28分にジャスタウェイ、ハープスターと共に成田国際空港から出国し、9月20日午後2時51分にオランダのアムステルダムスキポール空港に到着。スキポール空港からは陸路で約8時間移動し、 9月21日午前1時25分に、現地滞在先であるシャンティーの小林里市旧車に到着、入居した。入居後は、シャンティー調教場のリオン販路ンを中心に調教が行われた。調教は、順調に進み、10月2日のシャンティー競馬場での芝コース追い切り後には、横山から、これまでで最高の調教、菅井から、 何も言うことがないという言葉が出るほどであった。外線文章10月5日の第93回外線文章には有力馬が引退、出走回避をする中、最終的に20頭が登録を行った。札幌記念後にはバグをすべて外すという話もあったが、結局前にそうと、同様、ブリンカーシャドーロールをつけての出走となった。 二番ゲートから五分のスタートを切るもいつものように、行き足がつかず、最後方からのレースを強いられる。1000メートル通過が60秒程度と、外線紋章としてはペースが流れる。展開の中、3コーナーを回り追いフォルスストレートに入ってから、進出を開始すると、直線入り口では、大外に持ち出して、直線勝負にかけた。残り400メートル付近で、 チキータに内から寄られて若干スピードを落とした後もしぶとく伸びを見せたが後方の馬をかわすのが精一杯隣の3番ゲートからスタート後道中は中段から前目につけ直線では内からスムーズに突き抜けるという本場と対照的なレース運びで連覇を達成したトレブからは約8馬審査の14着と大敗を喫し,し海外初挑戦は 苦い結果に終わった。レース後のインタビューで、菅井は、世界は、甘くない。厳しい競馬だった。応援してくれた皆さんには、申し訳ない気持ちと語り、横山も、馬は頑張ってくれた。結果は仕方ない。そんなに世界は、甘くないと振り返った。レース後、オーナーの次男、小林正和は、競馬ができるようなら、 また挑戦することを考えますと語り、翌年以降の現役続行と外線門詳細挑戦を示唆した。その後、現地にしばらく滞在した後、ハープスター、ジャスタウェイと共に10月11日午前6時42分に成田国際空港に到着、午前9時45分に輸入権益のため千葉県白石の競馬学校に入級した。 着地検疫のため吉沢ステーブルウエストに移動した、あとはそのまま同地で調整が行われた。帰国後の一戦には、レース間隔やコース適性を考慮して、ジャパンカップは回避し、有馬記念を選択。宝塚記念以降、ダズナを取ってきた横山は主戦を、務めるワンオンリーに起乗予定であったため、5走前の阪神大象展以来となる岩田と再び、 コンビを組むことも合わせて発表された。有馬記念史上初の悪順公開抽選会の実施、GI 馬10頭が集まった第59回、有馬記念では、66,796票を獲得して、宝塚記念に引き続きファン投票1位、単勝3.5倍の一番人気に押された。14番ゲートから久しぶりに、コース,スタートを決めるとまず前方を伺うが、 一周目のスタンド前を迎える頃には、後方後6番手に収まり、中段後方でレースを進める。1000メートル通過が63秒とスローペースとなる中、二周目の3コーナーから徐々に進出を開始。直線入り口では先頭を捉える位置につけて、そこから抜け出しを図ったが、坂の途中で内から先に抜け出したジェンティルドンナには届かず。 ゴール手前でトゥザワールドにも、花さで差し返され、2年連続の3着となった。レース後岩田は、前方有利と言われる、スローペースで中段からの競馬になってしまったことに、対し、スタートから4コーナーにかけて、位置を取りに行けばよかったと反省を口にし、菅井からは翌年春シーズンの最大目標を、 史上初の3連覇がかかる宝塚記念と定め、改めて現役続行が明言された。史上初の宝塚記念連覇、初の海外遠征、前年と同じく6戦2勝で当年を終えた。6歳、有馬記念後は、疲労が少ないことから放牧には出さず、引き続き、岩田とのコンビで、アメリカジョッキークラブカップに向かうことになった。一周前追い切りでは、 立東 CW コースで並走馬に大差をつける、高タイムをマークする、等、好調差をアピール。中山での強さや出走馬中唯一の GI 馬である、ことも評価されて、当日は1.3倍の一番人気に押された。8番ゲートから、まずまずのスタートを切ると、1コーナーに入る頃には、後方4、5番手につけ、2コーナーでは自ら上がっていこうとするが安状は、 途中で手綱を抑え、中断に収まる。4コーナーから本格的に追い出し始めるも反応が鈍く、先段を捉えるには厳しい位置取りとなってしまい、直線でしぶとく伸びを見せるも勝った、クリールカイザーからは約4馬審査の7着に敗れた。この結果を受け、出走する可能性を残していたドバイシーマクラシックは回避し、半身対象点に向かうことになった。 半身対商点半身対商点では、単勝オッズ1.6倍の圧倒的な一番人気に、支持された。道中では中断につけ、早めに、スパートをかけて、直線では、戦闘集団に加わり、最後は追走する、デニムルビーを一馬身を抑えて勝利し、同レース3連覇を達成した。重賞3連覇は、史上9投目であるが、 すべて一番人気であったのは3投目、グレード制導入後では初の記録となった。また、この勝利により、ゴールドシップは史上7投目となる重賞を10勝に到達した。天皇賞では昨年の有馬記念以来手綱を取ってきた岩田がアドマイアデウスに起乗することになり、外門賞を以来となる横山の起乗で出走することとなった。ゲート入りを嫌がり、 目隠しされた状態でのゲート入りとなり、スタート後は一番人気の絆に並んでの最後方でのレースとなった。2周目の交渉面で横山がゴーサインを出すと馬群の外から少しずつ前方へとまくっていった。最後の直線で先頭に立っていたカレンミローティックを抜くと追走してきたフェームゲームを首差で抑え、3度目の挑戦でついに天皇賞を制覇。 6度目の GI 勝利となった。なお、枠位不良で発送時刻を4分遅らせたため、発送調教再審査が課せられた。その後行われた、再審査は一度で合格している。宝塚記念ので遅れた宝塚記念では、前年に続きファン投票1位を獲得。JRA 同一 HGI 競争3連覇という、空前の記録を目指して出走したが、 発馬直前に、隣の東方ジャッカルがうるさくしたため、ゲート内で東方ジャッカルを威嚇するように立ち上がるなどして、落ち着きを失い、さらにゲートが開けられた瞬間にも立ち上がってしまったため、大きく出遅れて最後方からの追走となった。3コーナーで馬群に取り付いたもののゴール直前の、勝負所でも追い上げることができず、15着の大惨敗を、 喫死、三連覇の記録達成はならなかった。なお、発送直前の行為が枠内中立不良と判定されたため再び発送調教再審査が課せられた。8月2日、翌2016年から10億円の新ジケートが組まれ、ビッグレッドファームで種子売りすることが決まった。ゲート再試験後に臨んだ。 ジャパンカップでは2013年の有馬記念以来となる、ブリンカーシャドーロールを外しての素顔で出走し、前走の宝塚記念のような出来事が起こった場合は、有馬記念への出走ができなくなる可能性があった。ものの、特に問題なくゲートを出たが、10着と盆走に終わった。引退レースとなった12月27日の有馬記念では横山がこの年の菊花賞を制した。 北サンブラックに起場するため2013年のジャパンカップ以来となる内田博之が起場することが報じられた。第60回有馬記念では2011年のブエナビスタ以来となる10万票を超え前年の1.8倍12万981票を獲得した。レースでは一番人気に支持され残り1000メートルの地点で ロングスパートを仕掛けて、見せ場を作ったものの、直線で伸びを書いて、ゴールドアクターの発着に敗れた。起乗した内田は、最後の最後でしたし、何とかしたいと思いましたが、現実は厳しかったですと悔しがった。中山最終レース後に、調教師の菅井、これまで起乗した内田、横山、岩田などが出席した引退式が行われた。同日付けで、 競争場登録を抹消された。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。引退式後にビッグレッドファームホコタで、西洋の後、2016年1月6日にビッグレッドファームに到着。種付け料は、受体条件で250万円に設定された。教養初年度の2016年は109頭の繁殖品馬に種付けを行い、 翌2017年に79頭が誕生した。同年7月のセレクトセール搭載部門では、そのうちの1頭である、マイジェンの2017が、里見治によって5000万円で落札される。同年9月2日には、札幌競馬場に来場し、同日の全レース終了後に、パドックでお披露目された。2019年から3区がデビューし、7月14日の、 函館競馬場における、新馬戦において、マイゼンの2017こと、里のゴールドが、竹豊を安城に勝利し、これが、三区初勝利となった。里のゴールドは、父と同じ菅井旧舎の管理場であり、担当級務員も同じく、今並高俊である。2019年8月31日の札幌二歳ステークスを、ブラックホールが制して、 三区の重賞初勝利を達成。二着には、里のゴールドが入選した。2021年5月23日の優秀品馬を、ユーバー・レイベンが制して、三区の GI 究競総発制覇を果たした。本節では、ゴールドシップの特徴を、身体面や気象面などから記述する。ゴールドシップの馬体は、格子のつなぎが顕著に緩く、高速回転が苦手で、 スタート時や勝負所でゴーサインを送られた時もこのゆるさが災いしてダッシュが効かないという馬体の構造から先行策が難しく後方からのレースが多かったまたレコード決着をするようなレースにも不向きだったコースでも東京競馬場で行われたレースで勝利したのは3歳児の共同通信杯のみと同競馬場でのレースを苦手としたがこれも バタイやつなぎのゆるさから、トップスピードになかなか乗れず、勝負所で置かれてしまうため、東京や京都競馬場でのここ一番のレースで、勝ちきれなかった。反対に、中山競馬場、阪神競馬場では残り200メートル地点での、急坂で束が失速することが多い中、ゴールドシップは強靭で柔らかく収縮力のある、筋力を持ち、大きなストライドで加速できたため、 直線でもバテずに据え足を伸ばすことが可能となり中山においても追い込みやめくりが届いた岡田茂之は次のように述べている故障しなかったのは身体能力の高さだと思いますよとにかく柔らかい全身がショックアブソーバーになっていて衝撃を吸収してくれただから長持ちしたのだと思います体が柔らかいと力のない馬も多いんですけど 父のステイゴールドから受け継がれているもので、柔らかくても筋肉に力があるんです。なかなかそんな馬はいません。筋力は C が硬い馬、柔らかいけど、パワーがが足りない馬はいます。それが自然界なんですよ。サンデー系の特徴でもある、柔らかくても筋力がある。それはアスリートとして根本的に求められている素質なんです。 ディープインパクトもそうでしたが、柔らかくて瞬発力がある。それがサンデー系の凄さなんです。コバになってからのイメージは長くいい足を使う長距離馬のような評価をされたかもしれませんが、加速する時のエンジンのかかりが他の馬とは違うわけですよ。ギュンと加速する。あれは筋力がないとできないんです。種ボバは柔らかくなければならない。 どういうことかというと、柔らかければ、ピッチが早まらないと、スピードが出ない。ピッチを早めるためには筋肉に収縮力がないといけない。全身運動でいいストライドで走り、さらにピッチが上がるだけの筋肉があれば、名馬になれるのです。それを、ゴールドシップには感じました。岡田茂之、週刊ギャロップ臨時増刊21世紀の、 名場ボリューム1ゴールドシップインタビュービッグレッドファームグループ岡田茂之代表ピアニッシュも76から77さらに岡田は体型やパーツを見ると決して長距離向きではない足先のスナップを効かせて筋肉の力を借りなくても推進できるのが長距離向きだがゴールドシップはスナップを効かせて走れない作りをしているそれでも勝てたのは持って生まれた 身体能力と基礎体力の高さに他ならず、得意でもない距離で勝つのが名馬であると述べている。現役時代の起伏の激しい競争成績につながった身体的な一因は、道中の位置取りやコース形態、講師のつなぎの緩さなどの要因が重なった結果だった。この節では、ゴールドシップの父ステイゴールド譲りの気象の激しさについて関係者からの証言や、 出走競争の距離、感覚、等数から記述する。関係者からの証言ゴールドシップは、所属する、菅井級者に入球した当時はおとなしくしていたが、3歳の、共同通信杯を前に、荒々しさが目覚めた。最終追い切り5級者へ戻る途中、長教助手の北村公平を振り落として、右肩脱臼の大怪我を負わせ、手綱を引く。 休務員の今波高俊氏を何度も振り回した。さらに、管理調教師の菅井によく噛みつき、菅井はシャツを破られたり肩にあざを作ったこともあった。これらについて、引退後の雑誌のインタビューで、菅井は、真面目な時もあるかと思えば、変なことをして、気が休まることがなかった。最後の年は、円形脱毛症になってしまったよ。在馬やしている頃は、 いろいろと考えさせられていたんだろうねと証言している。また、全28戦の中で印象に残っているレースは、という問いに対して、真っ先に挙げたのが、スタートで大きく出遅れて15着に惨敗した2015年の宝塚記念を挙げた。菅井は、まさか、ここでやるかしかなかったね。この馬だけは本当にわからない。そう思ったよと述べている。 今波によると、ゴールドシップは、デビュー時の函館滞在時から、他の馬を蹴りに行くことで有名だったといい、4歳春の時点で行われたインタビューで、3歳の春までは、僕が乗って、急車周りでも運動できたけど、今はとてもできません。引き運動中も神経質で、他の馬を警戒しながら歩いていますと証言している。また、今波は、3歳になって、 共同通信杯を使う前に何があったかわからないけど、すごく暴れた。その日からだね、シップとの戦いが始まったのはと証言した。さらに、今並は危ない目には何度も会いましたよ。大きな怪我をしていないのが不思議なくらいだけど、手綱を持っていて暴れたらぶら下がっているだけだから、下手に反抗するより黙って振り回されれば、怪我することは少ない。 馬は1万馬力というけれど、こいつは10万馬力くらいのパワーを持っていたね。とにかく、っぱなし馬させないことだけに専念していましたとも、証言している。オーナーの小林俊一は、全く手がかからない馬で、後々話題になるような気象の悪さは全く見せて、いませんでしたねと、生まれ故郷の出口牧場で、ゴールドシップを見たときに、そう証言している。 放送作家でフリーライターの島田昭弘が雑誌に掲載したエッセイで2014年宝塚記念勝利後に起場した横山則弘が馬の気持ちを大切にすることを一番に考えました。最後まで頑張ってくださいとお願いしながら乗りましたと述べたことを聞き私はこの馬の本当の難しさを知ったように思ったと掲載した。また岡田は ゴールドシップの気象について次のように述べている。この馬は頭がすごく良くて繊細なんです。あまりにも繊細すぎて幸不調に波がある。いかなる状況でも常に精神が安定しているというわけではないのですよ。レースでもある時はとてつもないパフォーマンスを見せるのに、隣で気分を害することをされると過敏に反応したり、道中の位置取りが悪くなる。 折り合いを書くと、レースをやめてしまうこともある。種ボバになった今でも繊細で扱い方を間違えると、気分を害する。でも、ちゃんと理解して人を信頼すると分かり合える。頭が良すぎるから、あんなレースをしていたのだと、うちに来てから分かりましたね。岡田茂幸週刊ギャロップ臨時増刊21世紀の、名場ボリューム1ゴールドシップ。 インタビュービッグレッドファームグループ、岡田茂之代表 P76 その後岡田は、父、ステイゴールドとの相違点について聞かれ、やはり、歓声が強い点は似ているけど、ステイゴールドの方がわがままで、ゴールドシップは激しいだけじゃなくて、頭がいい。自己中心的なステイゴールドとは違い、ゴールドシップは、深く、物事を理解している。それは、母の父、 メジロマック委員から来るのだと思うと述べ、さらに2015年の宝塚記念でスタート直前にゲート内で立ち上がって大きく出遅れたことについては隣の馬が騒いだことに怒って立ち上がった。普通の馬はそんなことしないが自分が王者だと思っているからこうしたことをする。喧嘩を売られたと思いそれに応じたのは感性が鋭いゆえのことで これもゴールドシップの個性だと述べている。出走競争の距離、間隔、等数からゴールドシップの起承の難しさについては、後年、伊崎修五郎が雑誌に掲載したエッセイで出走競争の距離、間隔、等数から分析している。その中で、伊崎は芝領2000の2500メートル戦のレース中のペース。 デビュー戦後のレース間隔、芝 2500m 以内の出走頭数から、それについて分析をしており、となっている。ゴールドシップが好成績を収めたのは、芝 2500m 以内では 1200m、通過タイム1分13秒6以内かつ、レース間隔が2ヶ月以上かつ、出走頭数が8から12頭以内ということになる。また、 上記に当てはまらないデビュー戦から4戦目のラジオ日経杯2歳ステークスを除いた1800メートルのレース4戦は3勝2着1回とパーフェクト連帯でこの頃はまだ優等生な成績また3000メートル以上のレースでは5勝着外2回で比較的応用に構えていられるのか多等数だった菊花賞や2015年の天皇賞は 破天荒なレースぶりを発揮して、勝利を収めている。なお、3連覇した阪神対象点は、すべて10頭以下だった。ところが、同条件で1200メートル通過タイム1分13秒、8以上になると、レース間隔が3から4週間になると、出走等数16頭以上になると、途端に成績が悪くなっている。これについて、伊崎は、イライラしたり、 不平不満を吹き出すタイプだと述べている。また、伊崎は分析した3項目に対するゴールドシップの気持ちについて、ペースが遅いと、どうしてこんな遅いペースに俺が付き合わなきゃいけないんだ。もっと思いっきり自由にかけさせろ。と、レース感覚が短いと、この前頑張ったばかりなのに、なんでこんなにすぐまた走らなきゃならないんだよ。 出走頭数が多く道中、前や周りにいっぱい場がいると、ああ、ごちゃごちゃしてんな、と表現している。さらに、伊崎は、ゴールドシップについて、勝つレースは3コーナーから、ロングスパートをかけ、直線戦闘に立ってから、2枚腰を使って、後続をさらに突き放す。こんな豪快な勝ち方をする馬は滅多におらず、そんなに強いのに時折ポカをする馬、行ってみれば、 ディープインパクトのロングスパートと、オルフェーブルの時折ポカが混じったタイプなのかもしれないと、表現している。ゴールドシップは、その名の通りの、黄金戦や、父、ステイゴールド、母の父、メジロマックイーンから来る、自身の血統から、黄金配合という異名があった。後年島だが前述のエッセイで、デビュー戦から4歳児の阪神対象天までと、 天皇賞で一度不沈感は沈んだが、実装の宝塚記念で蘇った姿が、不沈感、ゴールドシップ、圧倒的な強さと、信じがたい、惨敗の繰り返し、4歳末までの優等生ぶりが、一転して、浮き沈みの日々を送ることとなった4歳秋以降を、猛獣、ゴルシと表現している。デビュー戦から4歳児の宝塚記念までは、13戦して、 92レになのに対し、4歳秋の京都大将天から、引退レースとなった6歳児の有馬記念までは、15戦して、4128、という成績を残している。これについて、島田は前述のエッセイの冒頭と文末に次のように、掲載している。ゴールドシップから、ゴルシ、不鎮感と呼ばれていた頃のゴールドシップ。道中一気に動く常識破りのレースで、 天皇賞、春を勝ち、実相の宝塚記念で、歴史的で遅れをやらかしたゴルシ。どちらの印象が強いかと聞かれれば、ほとんどの人が、後者のゴルシと答えるだろう。今改めて成績表を見直すと、ゴールドシップは二等いたんじゃないかと思えてくる。それくらい、四歳夏までと、秋以降の成績には、隔たりがある。不沈感、ゴールドシップは、猛獣。 ゴルシとなって走り続け、アシケマサイタの GI6 勝という記録と、忘れ得ない数々の記録を残し、ターフを去った。競馬の常識をあっさりぶち壊す強さと、面白さは、この馬だけのものだった。島田昭弘、週刊ギャロップ臨時増刊21世紀の、名馬ボリューム1ゴールドシップ、不沈感の地毛 10P4P9 また、圧倒的な、 強さで勝利した姿と、その反面信じがたい惨敗した姿を見せたことで、出走した、レース28戦中1番人気が15回、2番人気が10回と、高い人気を誇り、有馬記念後の引退式には、4万人もの観客が、残り、多くのファンに愛された。競争馬を引退してから6年後の2021年12月、ドアンゴーとピクシブが、 共同企画しているネット流行5002021の第5位にゴールドシップが選ばれた。これは2021年2月に配信開始されたスマートフォン PC 向けゲームアプリウマ娘プリティダービーに本番をモチーフとしたキャラクターが登場したことで再注目されたことによる。小林英一はスイートフラッグという競争場に魅了された。 スイートフラッグは1964年に下宇佐五漁牧場で生産され、新堀牧場を和田智弘が所有した。1969年の品馬東京タイムズ杯や1970年の金杯など7勝、1967年の大賀賞で優勝した CS に次ぐ2着、優秀品馬では3着の成績を残した。主戦騎手は野平雄二である。 1988年に、バ種シュ資格を取得した小林は、付き合いのある、石栗達夫調教師を通じて、スイートフラッグと同じ系統の馬を探した。すると、静内町の岡田牧場にて、パストラリズムという品馬が見出された。スイートフラッグの母、風霊をひいばばに持っており、小林はすぐに購入を決意。石栗のもとに預けられ、 1990年に競争馬としてデビューした。函館競馬場で横山範博を背に未勝利戦、500万円以下と連勝し19戦2勝で引退、門別町の出口牧場で繁殖品馬となった。小林は以後、多くの繁殖品馬を所有することなく、パストラリズムの系統に系統していった。1998年3月23日、 出口牧場で、ポイントフラッグが誕生した。競争馬として、菅井彦造級者に属し、小林が所有。2000年に、京都競馬場でデビューし、チューリップ賞で2着、大花賞、優春品馬、エリーザベス女王杯と、品馬 GI に出走するなど15戦に一で引退。繁殖品馬となった。ありがとうございます。